ヤングなでしこの愛称を持つ U20 女子日本代表は、現地時間9月18日にコロンビアのカリで U20 女子ワールドカップ、W 杯決勝トーナメント準決勝オランダ戦に望みにゼロの勝利を収めた。決勝の北朝鮮戦へ向け2ゴールの FW 松久保まぼころは、アジアの大会で2回も負けている相手には絶対に負けられない。全員で勝ちに行く、と話した。 序盤から日本がかなりゲームを制圧した。自陣から数的優位を作りながらボールを運び、敵陣に押し込むとセカンドボールも回収してオランダをゴール前に釘付けにする展開を作り出した。その中で松久保には GK と1対1になるチャンスや、背後へのゴールに抜け出して前に出ていたゴールキーパーの頭上を狙うビッグチャンスがあったもののシュートが決まらず0対0のままハーフタイムを迎えた。 加納道久監督は、中二日で狩りに移動して、コンディション面も含めての準備を進めた。立ち上がりから前半に決定機をものにできず苦しい展開になった、と振り返った。嫌な展開に陥りかけていた日本だが後半10分、左サイドからの攻撃が逆サイドまで流れると、攻撃参加した DF 柏村奈々から MF 松永美優を経由したボールが松久保に渡り、右足ボレーで蹴り込んだ。 アメリカでプレーするこのチームのエースと言える松久保の一撃で貴重な先制点を手に入れた。そして後半38分には逆襲から松久保が2点目を決め、2-0の勝利で3大会連続の決勝進出を果たした。現地時間22日の決勝戦では、米国を1対0で下した北朝鮮との対戦が決まった。両者は予選を兼ねた今年の U20 女子アジアカップで対戦し、 その時はグループリーグと決勝戦でいずれも敗戦している。狩野監督は、選手たちが粘り強く得点し、相手のパワープレイにも負けなかったのが勝利の要因だと思う。次はボゴタに戻って中3日の戦い、まずはいいコンディションを作って臨めるようにしたい。この試合、本当に躍動する姿を見せたかったが少し疲労感もあり制裁を欠いた部分もある。 決勝では選手たちが世界の舞台で躍動できるような準備をしていく、と過密日程のラストゲームへ向けコンディションの重要性を話した。また、2ゴールの松久保は前半に得点の場面があったにもかかわらず焦ってしまった。それでもいい時間帯にゴールできた。今まであまりゴールという形で貢献できていなかったので嬉しい。アジアの大会で2回も負けている相手には絶対に負けられない。 全員で勝ちに行く、と、2大会ぶり2回目の優勝へ向け、アジアの舞台でのリベンジを誓った。